あったので、それにお答えして、今回はですね、キャンディーと、あつやつやな、ネタリックで、作っていきたいと思います。同じ方なんですが、残りがあと、数分になってきました。あ、順番的にはですね、黒砂糖まず拭いて、今、という流れで、ワン、ツー、スリー、フォー、4つの手から出てきまーす。こちらちょっとマットな感じなのわかりますか？必ず、瓶を開けたら混ぜる。もう、落ちるぐらい、落ちるぐらいね、チクチク。かわいい、ハンバーグ。キャンディーとかやってみる前提は、これなんで、これを立ててやってみました。皆さん、こんにちは、プラマイドル講座のキラメス。今日も始まりました、マケンチ TV。今日はですね、ハロー2体、塗っていきたいと思います。というのも、リクエストがあったので、それにお答えして、今回はですね、キャンディーこそ、あれですよ、飴みたいに塗るんじゃないですけど、あ、でも似てるかな。あ、ツヤツヤなメタリックで塗っていきたいと思います。で、なぜ2つかというとですね、キャンディー塗装を塗装だけ、エアブラシを使って、塗膜だけで再現していくものと、同じ工程をした後に、コンパウンド、こういうのですね、とかを使って磨いていくと、どう違うのかというのを2つ今回はやっていきたいと思います。なので、今からやる前編ではですね、塗料を使ったキャンディ塗装の仕方、まあ、基本的な塗り方をしていきたいと思います。で、後編、もう1個の動画の方ではですね、磨き方、こんな手順で磨いていきますよ、どうなりますよっていうのを紹介していくので、この後もぜひ見てください。ではですね、早速とりあえずこのハロちゃんをですね、塗っていきたいと思います。まあ、おなじみのハロなんですが、残りがあと数個になってきました。あ、なんかここ、ここがない。ちょっと。ハロさん。毎回塗ってるからさ、こうね、余ってくるパーツが一緒なんですよ、この手。手の量。あんだけ頑張って、ミニキャップ痛いって言って組んだのにね。今ね、30個組んだんですよ。そのタイムアタック動画もあるので、よかったらまた探してみてください。ということで今回は、ハロをまずキャンディー塗装、塗りで再現していきたいと思いまーす。はい。で、準備するものは、まず塗料類ですね。じゃんじゃん。じゃんじゃん。順番的にはですね、黒砂糖をまず拭いていきます。で、黒砂糖で黒くした後に、シルバーを拭いていきます。ギラギラしてるようなシルバーがあったりとか、逆に落ち着いたものがあるんですけど、今回は私落ち着いてるというか、目が細かいものを使っていこうと思うので、今回こちらのですね、EX07 のシルバー、まあ、ダイヤノートさんのですね、を使っていきたいと思いまーす。で、これ塗って、これ塗ったら、今度クリアカラーをかけていくんですけど、私ね、クリアフンフンっていうのが綺麗そうな色があんまり家に今なくて、蛍光フンフンしかなかったんですよ。なんで、まあ、なんとなく蛍光オレンジ。元がね、オレンジのハロなので、オレンジちゃんで塗っていこうと思います。蛍光だかどうなのかな、ちょっとギラってしそうな気がしますけど。はい。で、その後にクリアを重ね塗りまくってですね、ちょっとツヤの層を増やして、キャンディっぽくしていきます。という流れで、ワン、ツー、スリー、フォー、4つ塗っていくだけでできまーす。で、まあ、エアブラシを使っていくので、こういうね、換気するブースを置きながらやっていきまーす。では最初にですね、黒砂糖を拭いて真っ黒にしていきたいと思いまーす。よいしょー。まあ楽な工程を紹介する感じなので、もっといろんなね、方法はあると思うんですけど、私はめんどくさがりなので、砂糖と黒を一気にね、拭いていきたいと思います。待って、待って。艶が出るようにちょっと分厚くかけていきます。もう一気にかけることによって乾く前に他の塗料同士がですね、塗膜を形成しながら綺麗な面を作ろうとしてくれるんですね。なのでちょっとふわーってかけながら艶が出るような砂糖の拭き方をしていく方が後々ですね、艶が出るキャンディーになっていくと思うので、ちょっとぶわーっとかけております。ぶわーっとね、ちょっとテカる、まあ言ってもサフなんで、まあマットにはなっちゃうんですけど、ちょっとテカる感じですねにしています。お、ダブルで塗りました。2個いった方がね、作業効率がいいんだね。まあ皆さんだとハロじゃなくて、例えばね、1個の大きな MG とかをバラバラにして、でパーツごとに塗っていったりとかすると思うので、それとまあ似た感じですからね。順番に1個塗りました、次行きました、で乾かしながらやってるうちに、もう最初の方に塗ったやつが乾いてきて、で2色目行きますよみたいになると思います。なのでね、みんなね、結構乾くスピードどれくらいですかって言うと思うんですけど、言うてそんなね、他のパーツ塗ってるうちに乾くじゃんと思うので、
そんな気にせずにね、みんなやったらいいと思います。サフの段階でもちょっとツヤが出るような多めに拭いてあげるっていうのが今回はキャンディーのコツになります。そうなので、サフをね結構濃いめに拭く人多いんですけど、私も今薄まってると思ったサフを入れてみて、最初濃かったので薄め液をこの中に入れて混ぜたんですよね。なんで最初に拭いた子よりもこっちの方がちょっと希釈された状態のサフをかけているので、ツヤがね出やすくなってますね。1個目と2個目、こっちがちょっとマットな感じなの分かりますか？そうそう、まあ乾いてきたのもあるんだけどね、ちょっとねツヤの反射の仕方が違うかなっていうのはやっぱりね塗料の薄め方だったりとかっていうのが変わるので、まあ、もうちょっとこっちにもかけてありますかね。じゃあね、うん、ツヤを出したい。今回はですねこういうトリガーとかちょっと一気に拭けそうなものでちょっと近めに拭いて、でも垂れない程度みたいな感じでずっと塗膜を作らせて、ちょっと分厚めに光沢が出るように拭いていきます。拭き方だけでね、つなぎになったりとかね、色変わるんですよ。なんか塗料って面白いんですよ、拭き方で変わるっていうね。はい、じゃん、こんな感じで2つサフを拭いたんですけど、ザラザラじゃない感じ、やっぱこっちの方が光沢ありますね。はい、サフも薄め方でこんなに違うということです。はい、では今度これをちょっと乾かしたらですね、シルバーの方を拭いていきたいと思います。今度はこのシルバー塗っていきますね。でシルバーなんですけど希釈しないといけないので、まあ、さっきのねサフはもちろん希釈はしてるんですけど、元からサフとかよく使うものはこのまま希釈しておいて、瓶とかの蓋にねこうやって希釈してますみたいな印をつけて置いておきます。そうするとね楽なんですよ作業は。でシルバーは、まあ、今回新品だったので希釈からいきます。今ね多分沈殿がすごいので、まあ、こうやって振って出してる人もいると思うんですけど、基本的に塗料はちゃんと蓋を開けて、で開けてもらったら必ずこういう攪拌棒を使ってしっかり混ぜてから、ほらね手応えすごいわ、しっかり混ぜてからですねちゃんと希釈してってください。じゃないと塗料の一番いい性能が下に沈んでるかもしれない。だから発色が違うようになっちゃうのは結構ねこう混ぜ忘れたりとかっていうのが原因だったりするので、必ず瓶を開けたら混ぜる、使いかけの瓶も置きっぱなしにしたら必ず混ぜる、そうそうそうっていう癖をつけて絶対こうやってね混ぜててください。でね、どこまで混ぜたらいいのってたまに聞かれるんですけど、このね一番奥までこう差し込んだ時にこの手応えが上の方と変わらなくなったらいい。この辺とこの辺をこうね下と上を比べた時に違和感がなければ全然いいと思います。でそしたらよし、紙コップの中で希釈しようと思うので、こう紙コップにですねもうちょっと入れていきます。そんなにたくさん使わないんでちょっとで大丈夫です。でこんな感じで入れております。いつもこのね攪拌棒をどこかに立たないかなっていうのを頑張るんですけど瓶の端って塗料がこうやってついて垂れちゃうので、まあ拭いてからね蓋を閉める方が後々ね開けた時にカピカピになった塗料がこう降ってこなくっていいかなと思うので、常にお掃除をしながら進める癖をつけると次回の作業はすごい楽になります。なんでハンドピースも今実は入れ替えてます。入れ替えたんですけど、これも前のハンドピースをしっかり洗ってから入れ替えてます。その方がスムーズなのね絶対ね。そうよし、でこうやって希釈してきます。希釈の仕方はまあ一緒なんで、ちょっともうざっくり入れながらこう混ぜて
腸がね、ここのね、そこにこびりついてるぐらいだったら、これは全然希釈できてないんですよ。ほら、こびりついてる。なのでこれがさらっとちょっと流れるぐらいにしてあげてください。ちょっとずつ入れては混ぜて、入れては混ぜて、入れては混ぜて、こうね、ここの落ちるぐらいを、落ちる具合をね、チェックしていきます。そこチェック。流れましたね。ちょっと薄めすぎたかも。まあ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 、ゆっくり乗せていけばいいので、薄めすぎたと思った時は拭き方を変えたりすると意外と普通に拭けます。拭けます。拭けますなんでね、まあ何回かやってるうちに慣れでなんとかなると思うので頑張りましょう。はい。では、こうね、希釈したこの塗料をこのね、カップの中に入れつつ、いいね、いいね、ちょっと余っちゃったかも。で、電源入れて飛ばしていきます。いいね。あ、このとこに見てみてもちゃんと出るのは分かるので、いいね、大丈夫ですね。そしたら、さっきのハロさんを取り出して、拭いていきますね。金属の粒子を飛ばしていく感じになるので、ちょっとね、一気にね、こうキラキラした感じになります。まだ、キラキラ、まだ、キラキラ、はい。これもね、わーっとかけていきます。粒子なのでね、こう乗せていくと徐々に層が厚くなって金属感が増えていきますね。結構キャンディ塗装するときはここのね、金属がどういう雰囲気の色合いなのかだけで変わっていくので、いろんなのでやってみるといいかな。飛んでおりますが、はい、こんな感じでかなり金属感になりました。もう一個も入ってきますね。ギラギラしております。はい、この辺は本当にシルバーの性質によるので、面白いですね、見ててもね。やっぱり塗料を作りすぎました。えへへへ。まあね、こんな感じでシルバーになっております。かなりね、かわいい腹だよ。じゃん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 。よし、では、まあ、余ったものはこう戻しつつで、中を掃除して次の色にですね、変えていきたいと思います。で、洗い方とかは多分ね、人それぞれだと思うんですけど、キッチンペーパーを使ってるのはこの中を拭いても繊維が残りにくいからなんですよね。だからもっと気になる方はこうね、こうキムワイプとか使ってもらって拭いてもらってもいいかなと。私は結構キッチンペーパーで安価に済まそうと思って、いつもキムワイプの出番がなくなるんですよね。で、一通り拭いたらこのツールクリーナーを入れてうがいをしていきます。ざっくり入れて、で、クラウンタイプはここ回すしかないんで回して、よいしょ、ここじゃない、ここが回ってほしい、よし、ここね、ここが回してもらって、で、蓋をして
ぐらいです。でシルバーとかは結構粒子が重たいので中に残りがちなんですよ。なんでちょっと長めにこううがいしてもらったりとか 2,3 回ちょっと多めにねやってもらうとかってする方がいいかな。じゃないとね次クリア吹くんですよ。クリアカラーの中にシルバー乗っちゃってるとねちょっと濁っちゃうんでね、しっかりシルバーとかサフとかを使った後は洗うようにしてください。続きまして蛍光オレンジ、本当はクリアのオレンジだったかなかったんですけど、ちょっと蛍光しかなかったのでちょっと奇抜な色なんですけどね。こうペーパーに出してもこんな感じ、もうねめっちゃ光ってですけど、まあこれしかなかったんでもしこれでやってみようと思います。でこれはもう希釈してあります。でこれをきれいに洗ったですね、このねハンドピースちゃんの中に入れてと、このシルバーを拭いた上からですねこの色をのせていきます。クリアなんでねうっすら色がこうねつくかつかないかみたいな感じなんですけど、これを重ねていきます。塗った感じですね。これを元のねシルバーと比べればもちろん色がほら違うんですよね。こうやって単体で見るとそこまで今まだ変わってない気がするんですけど、ゴールドっぽいですね。なんかもっとかけときますかね。なんかですね、かける層の量でですね色味が変わってしまうので、ちょっと全体を見渡しながら均一かなっていうのをたびたびチェックしながらですね、足りないところを吹きかけていくっていう方が安全に塗れるかなと思います。こういう種類が出ちゃうんですよね、こうね、これが難しい。適宜光を当てながらですね、ここは塗ってるかな塗ってないかな色一緒かなっていうのをチェックして塗っていきます。なんかもういっぱいほこりついてるのがすごい嫌なんですけど、まあ仕方ないっちゃ仕方ないに私はこのままいってしまいました。はい、色味こんな感じです。いやブロンズよりちょっと明るいカッパーみたいな色になってますね、今ね。徐々にね、カッパー色になってきます。そうか、蛍光オレンジはこんな色になるんですね。クリアカラーであれば、正直何でもいいんですよ。好きな色をかけてもらったらこの色っぽいシルバーになるので、シルバーがねコンコンと色味を変えていく感じですね。ただあのソリッドカラーって言ってこう白とかが入ってて潰しになってしまうような色、クリアじゃない色かけちゃうと下のシルバーいなくなっちゃうので、それは間違いないでください。クリアカラーねかけるのね、ちょっとツヤが出る感じに吹き変えてみました。違うのね、やっぱ吹き方ってね、こっちの方がツヤツヤしてるでしょ。もうちょっとアルゴンだけでもいいかな。まあ、そこまでこだわってないっていうのが本当だけど、もうそうそう、ツヤが残るような吹き方をするとやっぱりツヤツヤになっていきます。反射が違うね、反射がね、そう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 、よし。かけてあげたいな、そう思うと。次はかけたらそんな変わるかなっていう感じです。ではもうまた洗ってですね、今度はクリアを拭いていきます。ただばこの中にですねクリア入れていきます。クリアだいぶ作られたクリアなんですけどね、だいぶ前にね、
ごとに。じゃあクリアも拭いていきます。結構分厚めに一気にこうツヤが出るような感じで吹きつけていきます。後にね、これねコンパウンドとかでかけてからもう一回かけたりとかもするんですけど、ひとまずはこの子は一頭目こんな感じで、はい、ちょっとツヤが出るかなっていう感じで塗っていきます。この子はクリアを吹いた状態なんですけど、もう一個のクリア吹いてない状態の子がこんな感じ。あんまわかんないかな。全然ね、クリア乗ってる分はね、ツヤが違うんですよね。そうね、こっちの方がツヤがあると思います。こっちね、うん。で、こっちもよいしょ、クリアかけていきます。になりました。キリデッカデカですね。はい、ちょっとこっちの方がクリアの層分厚めに今吹いています。というのもですね、こっち側は今度コンパウンドを使って磨いたものをやっていこうと思うので、またね一回磨いた後にクリアかけたりとかしていこうかなと思うので、ちょっと薄めに今かかってます。でこっちはもう塗料だけで仕上げようと思ってたので、ちょっとね分厚めにクリアをかけてるので、その分光沢感が強いものになっております。こちらですね、はい、この感じ、ツヤツヤー。これがキャンディー塗装のざっくりした下流れになります。まあ一つ目、まずは黒いサフとか黒いカラーを使って色をまず落としていくと。でその上にシルバーをのせていきます。どんなシルバーでもいいです、好みで使ってください。でシルバーの後にクリアカラーとかを重ねていって、で層に厚みを出していきます。でこれをかければかけるほどオレンジ寄りになっていくので、かける層の量によってねまた色味を調整してほしいなと思います。で最後にクリアをしっかりと分厚くかけるという感じで、この4つかけていくことによって大体ねこのツヤツヤなねハロちゃんが出来上がります。写真で見た方が多分綺麗なのでこんな感じです。ドーン。はい、もうツヤツヤ感が伝わってくるでしょうか。うっすらねこうカメラを持ってる私の顔が映ったりとかしてるんですけど、そうですそうです、これぐらいには塗料だけでもツヤツヤになります。なんでベタ塗りをするときにちょっと濃いめの塗料を使うんじゃなくて、薄め器でねちゃんとしっかり薄めたものを何層かかけていくと、こうね均等に膜が張っていってくれるので綺麗になりやすいです。っていう感じで薄いのをたくさんかけるようにしてください。という感じでキャンディー塗装をやってみる前編はこんな感じで塗料だけでやってみました。でですね、この後この次の動画でですね、今度はこちらの子を一回こうね研いで、もう一回クリアをかけて、でコンパウンドかけてみたいな感じでですね、さらにツヤが変わっていくのかなっていうのを実験していきたいと思いますので、そちらの動画もぜひ見てください。はい、ということで家にあるものでサクリとキャンディー塗装をやってみたんですが、皆さんもぜひぜひ真似しながらですね、ツヤツヤな可愛いキットを作ってみてください。高評価だったりとかチャンネル登録、あとはですねコメントもぜひぜひお待ちしております。以上、もちんち TV でした。またね、バーイ。